皆さんこんにちは。現在人気タレントフワちゃんが X 旧 Twitter にて女性お笑い芸人やす子さんに対し不適切投稿をしたことで話題になっています。そしてこの件に対しフワちゃんと親しいタレントアンミカさんの発言ややす子さん本人の言及が話題を呼んでいます。それでは詳しく話していきましょう。まずフワちゃんは2024年8月4日やす子さんが X で8月2日に投稿した「やす子オリンピック生きてるだけで偉いのでみな優勝です」とのポストを引用し抽象的な言葉を投稿しました。すぐに削除するもそのスクリーンショットが拡散されネット上で大きな騒ぎとなり炎上する事態となりました。それに対しやす子さんは「とっても悲しい」とポストしていました。フワちゃんは抽象的な投稿を削除した後すぐに本当にすみません今ここで皆さんに報告することではないのですが言っちゃいけないこと言って傷つけてしまいましたご本人に直接謝りますとポストしていました。やす子さんはとっても悲しいとポストしたその後1件のリポストを挟んでこの日の朝に再び投稿しています。フワちゃんの投稿に対する言及ではなくおはようございますと綴り太陽の絵文字3つを添え今日もピカピカ笑顔でと写真をアップしていました。結局大きな騒動となったフワちゃんの投稿。これを受けてフワちゃんは昨日の私の不適切な投稿により本日のラジオは休止となりましたと5日深夜放送予定であったラジオの休止を報告すると私自身の投稿でご本人はもちろん投稿を見た方々を深く傷つけてしまったことを心から後悔しています。本当に申し訳ありませんでした。と X 上で謝罪しました。さらに自身のラジオ番組が放送休止になるだけでなく、フワちゃんが出演するスマートフォン、Google Pixel の CM 動画が6日、すべて非公開となりました。22年10月から同製品の CM 数パターン出演し、搭載機能、消しゴムマジックなどを紹介してきました。6日、Google Pixel は、フワちゃんの出演動画をすべて非公開にし理由の説明などはなく利用できない動画は非表示になっていますとしています。また2025年後から使われる教科書に掲載予定だったフワちゃん、しかし教科書会社がすぐさま写真の削除申請をするなど波紋は広がり続けています。そしてここからは普段フワちゃんと親しいアンミカさんの言及について話していきます。アンミカさんが6日に自身のインスタグラムを更新しました。そこには多くのメッセージが寄せられ、仲良くしているフワちゃんの言葉にはびっくりだし信じられませんというファンからのコメントも相次ぎました。そんなファンからのメッセージに対しアンミカさんはフワちゃんの不適切投稿の騒動について返信しています。私の前ではそのような話にはなりません。私が言うポジティブの話を一緒に笑って聞いてくれてる感じです。なので私も驚いていますし、やす子ちゃんもとても辛い思いをしたと思います。ご心配おかけします。すみません。いつも厳しく伝えているのですが、力不足ですみません。本当に今回のことは、強く相手を傷つける想像力の足りない稚拙すぎる言動です。本人が誠心誠意、謝罪をして想像力を持ち、心を入れ替えると言ってるので、信じて見届けますし、人に思いやりを持って言動に責任が持てるようになるまで伝え続けます。ご迷惑をおかけします。と綴っていました。アンミカさん本人の前では、人を中傷するようなフワちゃんでは、なかったということです。だからこそ、アンミカさん自身も驚き、失望している、様子が感じられます。しかし、親しいからこそ信じて見届ける、と、フワちゃんに対し信用を示しているのも伺えます。そんなフワちゃんとアンミカさんの関係ですが、以前フワちゃんはアンミカさんとの相性がわかるようなエピソードを告白しています。それは今から3年前の2021年のこと。2021年8月11日に放送されたフワちゃんのオールナイトニッポン X クロスで宮崎県に旅行した際の顛末を語りました。その内容についてフワちゃんはこう話しています。アンミカさん、青山テルマさんと飛行機で宮崎県の神社に行く予定だったが、つい寝坊してしまい急いで空港までタクシーで行くが、チケットが何回やってもエラーが出るため
カウンターで怒り散らしたと告白しました。さらに空港のスタッフからは丁重に謝られたものの、今後は絶対エラー出ないようにしてくださいって捨て台詞まで吐いたと本人が明かしています。しかし途中でフワちゃんは1ヶ月先の便を予約していたことに気づいたそうです。フワちゃんはそのまま責任なすりつけて離れようとも思ったそうですが、アンミカの人生はブーメラン、ごめんなさいは早い方がいいとの言葉を思い出し出し、日にち間違えてましたと素直に謝ったところ、空港スタッフは他社含めて一番早い便を探しますと冷静に対処してくれ、無事に宮崎まで飛行機で行けたといいます。フワちゃんは遅刻を謝りましたが、アンミカさんは遅れたから事故に遭わなかったのかもしれない、遅刻は神様からのプレゼントと寛大に許してくれたそうです。このエピソードに対しフワちゃんの SNS では大きな反響が寄せられました。ちゃんとフワちゃん謝ったの偉いぞ、フワちゃんアンミカさん好きすぎ、間違えて1ヶ月先の飛行機予約を入れて騒ぐクレーマーフワちゃん、日程予約間違い本当あるあるなど様々な声がありました。この他にも同年6月9日に放送された同番組にてアンミカさんから怒られたことを告白しているフワちゃん、アンミカさんから運気の上がるお守りをもらい玄関の靴箱の中の棚に置きますと言うと、アンミカさんが絶対にあかんと叱ったそうです。靴箱は外の悪い気がいっぱい溜まってるところで、土足の場所やね、そこに神様置くのは一番やったらあかんことと言われ、フワちゃんはリビングの一番目立つところに飾っているそうです。アンミカさんの言葉に絶対的信頼を置くフワちゃんであることがこのエピソードから伺えます。フワちゃんとアンミカさん、意外な組み合わせですが相性はいいようです。このようにフワちゃんにいろいろな知識を伝え、互いの信頼のもと親しくしていた2人なだけに、今回の騒動についてはアンミカさんもかなりがっかりしている様子です。そして最も気になるのは抽象的な投稿の被害に遭った安子さんの反応ですよね。安子さんの所属事務所は8月8日公式ホームページを更新し、フワちゃんによる安子さん自身への不適切投稿に言及しました。安子に関するご報告と題して文章をアップし、弊社所属の安子公式 X での投稿内容および一部報道につきまして、応援してくださる皆様をはじめ関係者の皆様にもご心配をおかけしております。当該事象に関しましては当人同士お会いしてお話しさせていただきました。本人は仕事に精力的に取り組んでおりますので、引き続き温かく見守っていただければ幸いですと綴りました。そして5日の謝罪投稿以降沈黙を守ってきたフワちゃん、そこから3日が経過した8月8日にフワちゃんは再度改めて謝罪の投稿をしました。しかしその謝罪投稿がまたしても火に油を注ぐような形で話題になっています。その内容がこちらです。本件の投稿は私自身がしたものであり、アカウントを乗っ取られた裏アカウントから載せようとしたものではありません。そしてもともと安子さんと私の間に確執なども全くありませんと説明し、続いてこう述べています。投稿当時私はアンチコメントについて話していて、偶然目にした安子さんの投稿にこれにアンチコメントがつくならといった趣旨で本件の投稿の内容を記載し、その場にいた方に表示した画面を見せたところ、操作を誤って実際に投稿してしまいましたと投稿してしまった理由について釈明しています。そしてこの後も低俗な行為で人の心を傷つける言葉を吐いてしまい、本当に申し訳ありませんでした。今回の件で安子さんの心を深く傷つけてしまったことを深刻に自覚し、自分のしたことを心から反省します。安子さん、そして本件の投稿で悲しい思いをさせた全ての皆様、この度は本当に申し訳ありませんでしたなどと深い反省の弁を続けたフワちゃん。しかしこの謝罪投稿に対し X 上では、安子さんの投稿に対してアンチコメントがつくならという想定のもと、死んでくださいなどと悪質な内容の投稿をしたという、その行為自体に嫌悪感を覚える人が続出しています。内容の信憑性を疑う声とともに改めて批判を呼び起こす形となりました。謝罪投稿に対する世間からの反応は、ってことは少なくともあのツイートの下書き見て笑ってた
楽しんでた人たちが周りにいたってこと。余計に怖いんだけど。これを見せて言い訳がましいと思われるとは考えんかったんやろか。フワちゃん、アンチコメントつくならとか、そういう発想がもうおかしいんだよね。普通そんなこと考えないよ。フワちゃん、初動から火消しまで全部ダメ。特に言い訳がいらなかった。余計にマイナス広げた。素直にごめんでよかったよ。と批判が相次いでいます。一方でフワちゃんの熱心なファンである、フワギャルの間では、今回の釈明を信じる声も多いです。とはいえ、改めて波紋を呼ぶ形となってしまったことは間違いないようです。以上、ここまでフワちゃんの騒動の流れや、やす子さんの対応、アンミカさんの言及などをまとめてきました。アンミカさんの言うように、誠心誠意、心を入れ替え、今後同じようなことがないことを祈るばかりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければコメント、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、また。